か一番やばかった。ありがとう、こんばんは。マジ緊張してた。もう私初日より緊張しました、普通に。え、言ってたな、公演の。気づきました、髪型。そう、めっちゃ可愛くない？ふのぴーね、今日違うんです。そこでやと違うから。いつもね、サイドポニーやけど羊にしてくれました。髪型がクール、ありがとうございます。クール、今日はありがとう、こちらこそありがとうございます。皆さんどうでしたか？え、好評だと聞いてきました。好評、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。髪型最高。すごい、私もどうなってるか。グッズ買ってくださったんですか？そう、グッズもね、トゥインクルのやつが発売されて、そうよ、発売開始されたので、皆さんぜひジオンのやつもゲットしてください。汗で消えました、セトリシコ。マジ嬉しい。そう、めっちゃセトリってツイッターとかも書いてくださってたりとか、あの見送りとかでも言ってくださる方が多くて、めっちゃ嬉しかった。でも予想されてた感じと全然違いましたよね、うん、な、あ、ほんまに、はい、結構もらおう。入りました。マジで美味しすぎる、やばい。公演終わりのマスカット最高。ハートありがとうございます。パンパカパカさん、固定部屋限定会場。そうなんです、あの冠ライブなので。もう申し込みできるの？ユニットの衣装は10区でした。イベントも待ちしてます。10月21日の土曜日、みんなで黒白のやつ合わせようってなって、ゼップナンバーで14時から開催。ゼップナンバーすごいですよね。本当にトゥインクルが出させていただけることになりました。トゥインクル、待ちしてます。フロム NMB48 になってました名前。すごい、フロム、タコが動いてる。すごい、ジオンクル、ありがとうございます。申し込んだよ、ありがとうございます。すごい、ちょっとかわいすぎて、ありがとう。スイタンと両方入れて最高やった、ありがとう。嬉しい、来てくださってる方が多くて嬉しい。今日はちょっと私服のやつがちょっと大人っぽい、黒のやつ、黒の感じでちょっと大人っぽい感じだったので、リップも濃くしました。そうよ、次はトゥインクルの T シャツで、それこそイベントにお待ちしてます。ゼップナンバーで ね、 あるので、ぜひ皆さん、今日の9時からトゥインクの、トゥインクルのなのでアーカイブで。そうけど、ほんまに最初はもうみんな緊張と焦りがあって、もう1曲目とかちょっとやばかったんですけど、イベントに来てくださると嬉しいなと思います。カメストーリーだったら、リハの方が絶対嬉しいです。悔しい、ほんまにも、まあ、私 も、 もうめっちゃ悔しい。ユニットルがおかしくなっちゃって、そう、もうジオン多分スクラップアンドビルドやばかったと思う。一人変な声聞こえたと思ったらジオンやと思ってください。もう私もユニット声が、その後のど飴公演中に2回食べました。あ、ほんまに、すごいな。飴食べれた、だからガリって知らんかった。いや、喉がちゃんとご飯食べた。今日はお寿司でした。結構持ち直せて、久々のお寿司、嬉しかった。ユニット悔しい、声がさ、ゆきのちゃんと歌えてたな。マジでほんまに結構れるの。そう、リハで聞いてました。聞いてた、聞いてた。もうリハマイティとさ、あれ違う、どういうこと。ジオンらずっと爆笑やったよな。踊りながら笑いとらへんくなった。何だっけ、誠意十も守りたいっていうやのに、ゆきのさんの歌い出しで始まった。誠意服を守りたい、誠意十も服を脱ぐまで、誠意服を守りたいって。そう、何守ってんねん。マジで、ちゃんと歌ってました。すごい、この子は一回で終わってほしくない。わー、ありがとうございます、嬉しい。あ、そう、キッズダンサーか、お酒ダンサー。そう、三つ目減りました。ヨンさん最初ハーフツインって言ってたのに、あれ、そう、一番最初にな、いっちゃん最初に決めたよな、ハーフツインとか言って、急に対ハーフツインするって決めてたけど、うん、なんか見たらなんかツインになってて、気づいたらキッズダンサーになってました。いや、でも似合ってます、ありがとう。嬉しい、ジオンクル、ジオンクル、夢のルート、俺の青春。そう、夢のルートはジオンが出したんですけど、もうみんなリハで苦戦。久々の歌詞むずいのと、振りもなんかめっちゃ難しくて。でもポンポンも映像見たらめっちゃ華やかで、あ、な、よかったです。ポンポンまたしたいです、ね、タイムテーブルね、コールを、そう、21してくださる曲、ぜひザップナンバーでトゥインクルライブ、ライブっていうか出演させていただけるので、イベントも頑張ります。なんかもう最後も
意識失ってデデンが聞こえなかった。えデデンの時どんな感じだった。よしジオンマン、そうアンジも、はいはいはい、ジオンマン本日はティンクルファーストライブでーみたいな。確かに喋ってたから、そう喋ってたから、喋ってたからもうやばくて、もう飛び跳ねて雪のに抱きついたもん。私とマリさんとアンジさんは固まってました。マジマジはもう出てるから、もうほんまにもうほんまにこれ心臓悪いと思う。なんか何が起こってるか分からなくて、ほんまに怖かった。出てるって聞くと思わなくて、すごい顔してた。絶対そうやんな。お疲れ様。タコさん、クマありがとうございます。あとはいつもよりよく喋れてた。リワックメイビーからよかった喋れてて。あれ、あ、こちゃん、そう、ジュンも好き、昨日の夜嬉しかった。メイビー朝か、すごいこのクマ可愛い。好きなの忘れない、青い空には雲が一つ。音声ポイントやりたいってリョウピやんすね。確かにリョウピ心配、お母さんみたいに心配、気をしてました、ね。何が一番うわーってなりました、今回のセットリストの中で。確かに何なんやろ。気になる。あ、でもずっとずっとってた時、うわ、ん、ーってなってました、うんうんうん、うわーってなってて嬉しかった。好きな曲多くて個人的にいいです。あとびっくりしたのが大声ダイヤモンドで好き思った、俺もみたいなの聞こえて。なんか他にもありましたよね。あった。大声。まなんでしたっけ。ちょっとなんだっけ。あ、あ、はい。言い訳メイビー。好きだ。俺もみたいな。それそっちか。そっちや。そっちや。そっちや。びっくりしました。あれ。あんなあるって知らなかったですよね。そうびっくりした。大声も好きって一緒に言ってくださってめっちゃ嬉しかったです。本当に。俺もってすごい。うん、そう言い訳メイビー。めっちゃ嬉しかった。そんな初めて。曲やるって知らへんのに言えるのはマスカット食べるの難しい。あれ誰かドア投げてきてる。この公園の落選祭り、ほんまですか。嬉しい。誰がクマありがとうございます。ハード100個ありがとうございます。誰が投げてくれたんだい。そう T シャツとかもね、あのグッズのやつで。やばい、見つけた村人 T さん、タワーありがとうございます。すごいありがとう。ヤンジュさんの表面張力マジで、それなほんまにすごいです。マジですごい。もうリハからすごかったです。うん、そうもう心を震わされました。え、本番やばかったで、うん、え、いや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 怖すぎた、うん、歌いだし、いけてた、いけてた、すごかったですマジで。よかった、よかったよ。安定感が、うん、なんかあの昨日リハやったじゃないですか、同感でレッスン上で、うん、そしたらよ隣の部屋までアンジさんが聞こえてたって言ってました。そうなんや、言われたらしいです。いやもうほんますごいです。あ、よかった。じゃあもう映像を見てたらさ、リハ映像、うん、あのマイク通ってる波にめっちゃ聞こえてて、思いました私も、うん、アンジュちゃんもうすごい、ほんまにすごい。声じゃあんな通らへんから、めっちゃ褒めてくれてます、ね、嬉しい。ほっちゃんさん、ハートありがとうございます。嬉しいな、ありがとう。うわ、応援してほしい。めっちゃ嬉しい、みんなそうやって言ってくれて。ありがとうございます。ちょっと良かったですか？もう DMM で何回も見て、昨日の昼夜から来てくださってる方もいて、本当に良かった。ありがとう。言い訳メイビーがいいでしょ。おお。公演は、うん、ライブここまで。次はライブは13周年。そう、カモネギがね、今回9期生の公演 で、 そ う、 なんです。そう、しているダンスの部分から私たちも踊らせていただき、はい、9期生公演でやってるやつです。私は昨日からカモネギ4回目そうやんな、そうやんな、なんかめカモネギ洗脳されてるやりすぎて、はい、昨日のリハでもやってるし、昼夜でもやったし、昨日終わってからのリハでもやってるし、今日もリハもやってな、本番もめっちゃやってるやん、6回ぐらいやってるで、ね、すごっ、おもろすぎ。いやでも9期生にもそのカモネギは刺激になってくれたらいいな。やっぱ先輩、なんか先輩らが自分の曲、自分たちがやってる曲やるって新鮮じゃないですか。そうやんな、だからみんなに、いや
そう言ってたんです。ツインクルでね、9期生の公演出たいな。えマジで出てほしいんですほんまに。えマジで出たい。出てください一緒に。もう5人で出よう。出よう半分ツインクルやけどな。出てください私。言い訳メイビーという夢のルートと、あとなんかみんなでいっぱい出しちゃって、ね、スピーカー流しました。あのたそうめっちゃ二人にねなんか暴露されてました。カモネギプロって書いてスピーカーとかほんまにカモネギプロですね。かっこよかった。ハキスの話してくれてた。袖でね待ってる時間あるんですけど、もうそうほのピッピが堂々と振り向いてでめっちゃ踊り始めるのもかっこええなと思って。もうすごいと思った。おいしい。そうやな、ゆうみさんのチェックが入るな。うわっほんまや。そうです、ゆうみさんのチェックを受けて。やっぱ脱落とかあるんかな。いやー怖っ。でもあのカモネギのダンスもゆうみさんが振り付けてくださったり。そうなんや。そうですそうです。えー、すごっ。マジでさ、あの5人とかでさ、まあ、全員でやるやんか、うん、オーディション、ゆうみさんチェック、うんうん、この子この子オッケー、この子不合格みたいに言われたらもうめっちゃ涙が。皆さんもいけます。もう多分緊張しすぎて多分飛ぶ。いや出てほしいです。マジで出たい。昨日アンジュさんがあの曲したいドーパミンって思春期のあれ何やのにドーパミンしたい。アンジュさんが聞いた。えそう片付けるなっていうのを覚えてたんですよ。めちゃくちゃ面白い。でもドーパミンっていう歌詞もあるんだよ。黒髪のドーパミン、青春のアドレナリンでした。青春のあと思春期の青春期の赤羽をなんか赤羽をおもろ全部違う。お客さんの反応でびっくりした曲はもう本当に大声ダイヤモンドの言い訳メイビー。先輩方が考えた。なんかもう私たちが知らないコールが入っててびっくりしました。マスカット美味しい。家の庭でツインクルステージ頼むやって。みんなで行くか。行くか。出張ツインクル。体がバキバキです。このマスカットは雪乃の家族の方がとか言ってジオンがめっちゃ食べとった。そうやね、雪乃が食べた。ここにね丸ごと置いてる。かわいそう。ほんまにっていうの残してあげとくな。残しとくとか言いつつもう一個ジオンちゃんとあの紙コップ入れて取ってるから。すごいどんどんってそう、うん、けど夢へのルートマジ難しかったけど歌詞大好き。めっちゃいい歌詞ですね。なあ本当にいい歌詞。私あの曲好きになりました。わがともあわがともはマジいいよな。めっちゃ好きになりました。いい曲やな。ほとんどね今回ほのっぴーとゆきのが新しい曲だったんですよ。なあカモネギ以外初めて覚えました。えほんまに、はい、え言ってよ。うんえ言ってましたよ。カモネギ以外そんなんだっけ。はい、えそれは言ってた。聞いてなかったわ。ひどい。いつ言ってた、うん、電話で。もう本当にすごいんです。寝てたわ。じゃあひどいです。寝てたかいなかったか。ひどいです、ね、カモネギ以外思う歌も。いやでも期間でしかもねなんかアンダーとしてえらいほんまに、出てる中覚えたんですよ。ホノピいや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 ホノピすごすぎる。いやいやいや、うん、本当にすごい。もうアンジェラなんか何やったっけ、ここ何やったっけって言ってるのがちゃんと踊ってたから。それな全然踊ってないですよ。ほんまにすごい。本当にすごい。さすがです。いやでもなんかこう仲良くなれたのがすごい、うん、あの安心してリハとかに行けてすごい良かったです。優しい、そんな言ってくれて嬉しい。ライブリハとかより全然こんな感じで楽しいよな、はい、リハも楽しかったですめっちゃ。だから21日 の, あのイベントも楽しみです。確かに。うわ何やるんやろ。確かに何やるんですかね、うん、ガッツキもっかいしてほんまリベンジさせてください。ガッツキもっかいしてほんまに悔しい。だけはねえ本当にマジみんなあんなな頑張ってスピーカーで流したのにな。そうやで、マンジもさ必死に書いてんで歌詞も。私も書きました。ジオンも昨日の夜やった。やったのにガッツキマジでガッツキ。ハチノスダンスやってほしい。確かに雪乃さんもあれ次世代のうんかっこよかった。雪乃が先輩あれはいやしてほしいです。イメージあるもんなんか、ね、ついちゃった、うん、
もう野蛮な QI とかまた、うわやりたいやりたい、マジやりたい、やりたい、ちょ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 、もう覚えてないで、これ定期的にやらないとかも。えこれあのずっと思ってて、もうなんか言いたかった話なんですけど、あの MC であの3あのゆきのさんとあの4人で難しかったとこやろうって言って、キュッ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 と田中道場やったな、やったじゃないですか、うん、でほんま私たち 音でリズムで取ってやってるじゃないですか、うんうん、だからキュッ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 となって言ってたけど、ほんまはキュッ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 と田中道場なんです。どういうことどういうこと、音を1個増やせたんです、キュッ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 と田中道場、そうやで、あじゃあビビビビビビビンクや、そうやで、そうやで、ジョンはずっと坂田に笑われてた、それ でもそれ MC でその通り歌ってるんです、ほんまに、ビビ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 ンクビビビビビビ、その時何も思ってなかったです。でも後で映像見たらビビビビビビンクビンクって言ってて、リオ1個多かったみたいな、それが個人的にめちゃくちゃ面白かったMC まで言ってたんか、気づかんかった。ネモハもやりたいです、マジあれ絶対まずいよな。いやでもじゃあこうだってもうここができるもん、サビの足師範に教えてもらわないと。それは師範にマストビーナーとかも、マストビーナーな、難しかったってあれはやばいです。ドントルックバックでも5人で出たことないですよね、うん、え、そう、マジおらんかったん、次世代の時、うん、卒コンったのに次世代おらんかったもん、そうやね、なんかすごいよな。でもマイティさんも逆やんな、うん、卒コンおらんから次世代おった、5人でもか、確かに、やろう、ふもふもふもね、なんやさんさんの稲妻やるかと思った、え、あそう、結構ね、悩んでたんですよ、マジで最初ね、うん、入ってましたよね、そうそうそう、だけど新しい私たちを見せたいっていう気持ちを込めて今回は抜きました。最初考えてたストーリーから結構変わりましたよね、うんうん、結構変わったんです、めっちゃ変わったな、最初何やったっけ、ルビーとか、そうルビー入ってた、ルビーなかっこよかったけど、まあ、全然思い出せない、でも結構暗い系、あ暗かったんですよね、そうアンジが好きな系と多かった、そうティーチャーティーチャーとかも出とったな、入ってた、入ってましたね、ティーチャーティーチャー入ってたし、1曲目がまず違いましたよね、ルビーじゃない、あ、うん、あ、あれや、汚れている真実、そうそうそう、入ってた、うわ入ってた、入ってました、入ってました、汚れている真実、うーん、ね、けど今のやつにして結局な、はい、めっちゃファンの人も、ね、喜んでくれて、ほんまに良かったです、あんな急遽コールについてこれるのすごい、ほんまに思います、マジで何も言ってないのにセットリスト、すごいです、あー元カレですね、わかります、いやわかる、え、大好き、言ってなかったでした、そうジオンが、ジオンも言ったね、ジオンが言ってくれて迷ってたんですけど、うん、わしたいですね、ナイクジハート入ってないです、入ってなかったな、それはジオンさんソロで全然ソロで行くジオンジオンさんがテンクロの可愛い担当じゃないですか、え？だってハーフツリー、うんうん、かわいい系でいく、ハーフツリーあんま言わんとって恥ずかしい、ツインクルのかわいい担当で頑張ります、キュルキュル、フロシキ、うんうん、そろそろランキングやもかな、あ、そうですね、では13位の方からいきます、ちょっとじゃあジョンはみんなが終わってから読もうと思います、13位の方ゆうじろうさんありがとうございます、12位の方はるなさんありがとうございます、面白かったですね、11位の方はふみさんありがとうございます、頑張ったね、10位の方野原しんのすけさんありがとうございます、9位の方りょうへいさんありがとうございます、8位の方ふみかたちゃんさんありがとうございます、7位の方べべちゃんありがとうございます、選びます。次はまた世代交代前夜公演に見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうございます。世代交代前夜公演でも私は、5位の方、かまかりさん、ありがとうございます。絶対インスピレーションもね、出てましたよ。3位の方、しんちゃん、ね、マジで押しすぎてたよな、ジオン。マジで押してやんですけど、めっちゃ好きになります。マジで好き。ほんまに大好きなんや。早送りカレンダー。村人 T さん、ありがとうございます。ジオン、めっちゃいろんなやつ押してたよな。早送りカレンダー。そう、早送りカレンダーと絶対インスピレーション押してたんですよ。忘れました。なんかあったっけ、あ、フラストレーション、
あ、フラストレーションもあったな、うん、雪のとかめっちゃ好き。 ありがとうございました皆様。絶対インスピレーションをしたい。マジでやりたいけど SK さんのやつやからな。ごきげんよう、はい、またね、ごきげんよう。バイバイ、ティンクルサイト、Thank you、 Good night。 あ、私さっき誕生日しますね。はい、はい、ゆうさん、いい、とくつさん、ありがとうございます。12位つよさん、ありがとうございます。11位ここみこさん、ありがとうございます。10位かずさん、ありがとうございます。9位りょうりょうさん、ありがとうございます。8位いずみっちーさん、ありがとうございます。7位ゆうさん、ありがとうございます。6位ちゃちゃりおさん、ありがとうございます。間違えた、スクラップでもなんか、ね、5位パンパカパンさん、ありがとうございます。これがあるのに1人で5位きみひとさん、ありがとうございます。3位こっちゃんさん、ありがとうございます。2位たこさん、ありがとうございます。1位どんちゃんさん、ありがとうございます。恥ずかしかったな。ジオンさんと一緒に終わります。あ、じゃあジオンも読みます、はい、いきます。13位マリアちゃん、ありがとうございます。12位ランディさん、ありがとうございます。11位コロクさん、ありがとうございます。14時さん、ありがとうございます。9位たくま、ありがとうございます。8位ハートのびっくりマーク、ありがとう。7位北野大地、ありがとうございます。6位福ちゃん、ありがとうございます。5位武田さん、ありがとうございます。4位りんたく、ありがとうございます。3位やすさん、ありがとうございます。2位おさむさん、ありがとうございます。そして第1位はじゅか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 じゃん、のぶさん、ありがとうございます。メイクするって、ありがとうございます。アエンドロールね、アエンドロールも出てましたよ。そう、出てたメイクさんに、すごい、はい、今も汗取れてるんですけど、皆さん本当にありがとうございます。エンドロール、そう、エンドロールも出てたんですけど、ちょっと今回はね、なかったです。はい、皆さん終わったよ。終わりますか。はい、ということで皆さん、今日はありがとうございました。皆さんまた10月21日もイベントを待ってます。また次の冠ライブもしたいです。ぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。